市民球場です。北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の西村、対するジャイアンツの先発は右の直江、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。右の西村、マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは若林。背番号37。第4球を投げた。これは引っ掛けた。これは内野ゴロ。郡掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第4球は流し打ち、どうだ、抜けた。ボールは中継。ナイスバッティングです。ファイターズ先制のピンチを迎えます。背番号51。第3球を投げた、打った。三塁ランナーホームに向かう、抜けた。ライトからサードへ。ジャイアンツまずは1点先制。アウト、タッチアウト。最後はいい守りを見せてくれました。ツーアウトランナー一塁という場面で万波。背番号66。第1球インハイの直球はボール。第2球ジャストミート、三塁線フェアだ。レフトからサードへ。万波いいバッティングを見せる。さあ、同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で万波、初球から打ってった。ライト落下点、掴みました。郡打球を確認して三塁へ向かう。ファイターズなおもチャンスや。ファイターズ追う展開で迎える6回です。今日は安打を放っています万波。投げた、初球はストライク。まずは見送りました。打ちました。1・2塁間への当たり、セカンドから1塁送球。直江、同点で迎える8回です。ゲッツーだけは避けたいところ。投げた、打ったに当たりだ。レフトへ飛んだ、ヒット。ボールは中継。三塁送球、タッチはセーフ。三塁はセーフ。さあ、この勝負でゲームの流れを引き寄せるか。ファイターズここは中間守備を取りました。打った、今井下がった、取った。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。投球これから2球目。打ちました。これは犠牲フライになるか。抑えた、モタタッチアップ、ホームイン。ファイターズここで勝ち越しを許します。3対2。ジャイアンツやりました。これで勢いがつきそうです。今チーム名鍵谷降板。マウンド上ピッチャーは堀岡、今日3人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。万波中正。第1球投げた、打った、これは強烈、入れば同点だ。伸びた、ライトセンター見送った、ホームラン、同点ホームラン。右中間スタンドに叩き込んだ。見事に初球を捉えました。チームメイトが迎えます。ファイターズここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でモタ、第2球投げました、あっと引っ掛けた。サード右横のフライになりました。取りました、試合終了。ファイターズ見事勝利です。北海道日本ハムファイターズの勝利です。本日の勝利投手は宮台、西武、石川直也、敗戦投手堀岡でした。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき